マイケル・ローレンス・ナイマンは、イギリスのミニマル・ミュージックの作曲家。ピアニスト、オペラ大本作家、音楽学者、音楽評論家でもある。1944年に、ロンドンで生まれたナイマンは、英国王立音楽院とキングス・カレッジ・ロンドンで、作曲法、音楽史、イギリスのバロック音楽を中心に学ぶ。在学中に、ルーマニアの民族音楽に興味を持ち、 数度現地へ赴いている。卒業後、カール・ハインツ・シュトックハウゼニや、ピエール・ブーレーズなどが、主流の当時の潮流になじめず、1976年まで、目立つ作曲活動はしていない。その間、内萬は、音楽評論家として活動し、音楽雑誌に頻繁に記事を書いており、ビートルズなどもその対象としていた。コーネリアス・カーデューの作品、ザ・グレート・ダイジェストをすは、 当時は、抽象絵画などを表現するときに用いていた単語、ミニマリズムを文中で用い、音楽評論で初めて、ミニマルの概念を持ち込んだのもこの頃である。1974年には、実験音楽についての研究論文、実験音楽刑事と、その後を表し、ジョン・ケージの音楽が、クラシック音楽の作曲家、パフォーマンスアーティストたちに与える影響について考察し、 後の現代音楽評論に多大な影響を与えることとなった。1976年に内満に転機が訪れる。イタリアの劇作家カルロ・ゴルドーニの作品イル・コンピロの上演で使われる18世紀のベネツィア音楽のアレンジと演奏を委託されたのだ。内満はレベックやショーム等の古楽器とドラムやサックスなどの近代的な楽器を取り入れた楽団を編成し、 コンピロバンドと名付けた。終演後も、楽団の維持を望んだ内満は、バンド用の作品を作曲し始める。その間、ピーター・グリーナウェイ監督の映画、1から100のための音楽を作曲したが、実際に映画で曲が使われることはなく、作品は、デビューアルバム、DK ミュージックとして、ブライアン・イーノのオブスキュアレコードから、リリースされた。バンドは後に、 マイケル・ナイマンバンドと改名し、ステージではアンプを使うようになり、弦楽のカルテット、テナー、アルト、ソプラノの3つのサックス、バストロンボーン、エレクトリック・ベース、ドラムス、ピアノの構成へ移行していった。また、1980年には、キング・クリムゾンのロバート・フリップと共に、デビッド・カニンガム率いるニューウェーブバンド、フライング・リザーズのアルバムにゲスト参加し、 音楽活動の幅を広げていった。1982年には、ピーター・グリーナウェイ監督の映画、英国式庭園殺人事件の音楽を担当。シンメトリーを強調する斬新な映像を多用した映画とともに、ミニマルミュージックを大胆に取り入れた内萬の音楽は話題を呼んだ。1985年には、再度グリーナウェイ監督と組み、ズーの音楽を担当。 1991年作、プロスペローの本までの間、数に溺れて、コックと泥棒、その妻と愛人と、1976年の作品を含むと、延べ11のクリーナウェイ作品を担当することとなる。また、1986年には、オリバー・サックスの脳神経障害患者の研究を、ベースとして書かれたオペラ、妻を帽子と間違えた男の音楽も担当するなど、 舞台音楽にも積極的に関わっていった。1989年にはフランス革命200周年を記念した委託作品ラトラバーセレパリの発表、フランス人映画監督パトリスルコントの神唯の亭主下手屋の恋のサウンドトラック等、内満の作曲活動は止まるところを知らず、次々と依頼が舞い込んでいった。1992年、内満に 再び天気が訪れる。ジェーン・カンピョン監督のピアノレッスンの音楽を担当し、映画がカンヌ国際映画祭のパルムドールとアカデミー賞のオスカー3部門を受賞し、注目を集めたのだ。スコットランドの民族音楽やピアノソロ、流麗なオーケストラを用いた内輪の音楽は、それまで内輪の音楽を単なるミニマルミュージックや クリーナウェイ作品の付属品と認識していた人々の考えを覆すとともに普段映画音楽に興味を持たない人々の耳も引きつけることとなった。サウンドトラックの売り上げは全世界で300万枚を突破。1989年に京都京北国際芸術祭に初来日。1993年の来日時に取材した新聞記者を通じて 黒沢明に次回作には自分を使ってくれるよう、ピアノレッスンの CD も渡して依頼するが、黒沢が骨折して、療養生活に入り次回作を作ることなく、脳卒中により死去したため、実現することはなかった。ピアノソロ曲、楽しみを恋願う心は、シングルカットされ、内満の作品は、トヨタクラウンの CM 曲や、 ザ・モースト・リラクシング・フィールなどの一連の癒し系コンピレーションアルバムなどにも盛んに採用された。このため、ショップによっては、内漫の CD は Easy Listening Healing Music のコーナーに陳列されるようになった。1993年には MGV を発表。超高速音楽と題された、この曲はフランスの高速鉄道 TGV の 北ヨーロッパ戦開通を記念した委託作品である。後にこの曲は、ピアノレッスンの映画音楽スコアをベースにしたピアノと、オーケストラのためのピアノコンチェルトとカップリングされ、内満式、ロイヤル・リバプール・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、ウェルゴ・レーベルから CD 化された。同年、山本洋二のファッションショー用の音楽を作曲。アレクサンダー・バラネスクと共演し、 ほぼ全編バイオリンのみの静かな作品を発表。1994年の映画、キャリントンでは、弦楽史重奏作品を作り上げる。マイケル・ナイマンバンドとして、ライブアルバムがリリースされたのもこの年である。また、1995年にマッドハウスがアニメ映画として、アンネの日記を制作した際には、ほぼ全編ピアノソロのみの作品を作曲した。同年、魔王では、 管楽器中心の作曲を行うなど、幅広い分野で柔軟な創作活動を続ける。1996年には、E の剣事作のセガサターンのゲーム、エネミーゼロの音楽も手掛けた。1997年に、内満は初めて、ガタカにおいて、ハリウッド映画の音楽も作曲し、1998年のゴールデングローブ賞の最優秀映画音楽賞にノミネートされた。 続いて担当したことの終わりでも同賞にノミネートされる。1999年には沖縄を舞台とした日本映画ナビーの恋のメインテーマを作曲する一方、映画ラビナスの音楽をブラーのデーモン・アルバーンとの共同作業という異色の組み合わせで担当した。2002年にはジガベルトフ監督の1920年代のモスクワの 都市生活を描いた前衛的なサイレント映画、カメラを持った男の音楽を新たに作曲し直し、劇場で上演するといった意欲的な試みを行った。このフィルムコンサートは2004年のナイマン来日時も行われ、ナイマン自身はこの作品が自身の映画音楽作品の中で最高傑作だと述べている。2003年には初のバイオリン競争曲を作曲。 現代音楽に深い理解を持つ世界的バイオリニストギドン・クレーメルと共演した。2004年にナイマンは60歳の還暦を迎えたがマイケルナイマンバンドを率い、日本をはじめとして世界各地でコンサートを開き旺盛な活動を続けている。その後もジョニー・デップ主演の映画リバティーンの音楽やオペラの上演を行うなど存命の現代を音楽及び 映画音楽の作曲家の中で最も重要な人物の一人として注目を集め続けている。ありがとうございます。